あそこ装甲兵と子供襲われている。助けないと。怪我はないか？こんなところで何をしてたんだ？働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかったの？急にレナ兵たちが怒り出したんでみんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただお前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか？うん、ここの昇降機の鍵役に立つ？ああ、すごく助かる。さ、もう行くんだ。気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。違うか？時間が惜しいわ。行きましょう。この調子で行きましょう。なんだこれは。これが修霊機よ。どこもかしこも岩と火ばかりで外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ？大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の舌につかされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。突破するぞ。マグナレイ。終わりだ。
力の差も測れなかったのね。さっさと片付けましょう。決めつけてやる。やっとめ。決めてやる。マグナレイ。水の力。やっとめ。怪我はなかった？ここにもフクロウが。意外といるもんだな。こいつはまた別の鍵がいるみたいだな。さっさと片付けます。外さないわ。スラルキ。よし。チ。マジック。マジック。水の力で。くれ。醤油さ。私なら落とせるわ。下げろ。この調子で行きましょう。これは。邪魔よ。あれ、終わりだ。炎よ、外さないわ。天神剣、貫き。炎よ、当たれ。巻き込め。やっと、終わりだ。魔神剣、炎よ、終わりだ。マグナレイ、決めて。これで終わりだ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。突破するぞ。終わりだ。炎よ、投げ込め。撃つ、当てる。さらに撃ち込め。やらせじゃ。炎よ、投げ込め。弾切れよ。行くわよ。どういうぞ。
あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。ファガン遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。あれは何？何でもない。失礼なダナ人ね。失礼って、勝手に勘ぐっておいてその言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。ふん。さあ行くぞ。やれるわ。終わりだ。外さないわ。天神剣、魔神剣、炎よ。はい、投げ込め。さあ昇竜さん、この調子で行きましょう。使えそうな装備ね。なあ、あの昇降機。ええ、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだわ。突破するぞ。バカによって。あ、早く終わりだ。マグナリー。毒だ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って、爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。